誰でも簡単にレザーで髪が切れるようになる。レザーカット講習会を行います。今日は前下がりなんですけど、どういうスタイルを切るかというと、この後ろは生え際から2センチぐらいで、そこから結構急激に前下がりになります。の顎下指5本分ぐらいですね。この辺りまで急激な前下がりのラインを切る。ラインの設定、切り方のやり方をやっていきます。まずはじめに、あらかじめ切る角度、どういう感じで切っていくのかというのをイメージして、その角度通りに分けておきます。で、持ち方はですね、で、この辺りを使って切っていきます。そのまま真下に下ろして、この切りたい長さハイギアから2センチのちょっと上、1センチ下ぐらいから、この部分を使って斜めではなく収まりのいい毛先を作るので横に入れます。で、そのままこの角度のこれに合わせて入れながら、徐々に下が長くなるように、このスライス幅と同じように取って切っていきます。で、次の段同じようにここに向かってスライスを取って止める。で、そのまま、例えば切れ味が悪くなった時、ここでラインを設定切ってて切れ味が悪くなった時はちょっと下げて、この辺りを使って切ったりします。そのまま下ろして、この上で切った上のこのスライスと同じ形を下に作ります。で、そのままこう頭の丸さに合わせて真下に下ろして、この下に合わせて斜めになるんじゃなくて、収まりがいいように横にでずれていきます。で、この時こうストローク自体はショートストロークと、この動画の説明欄に今までやってきたレザーカットのやり方基本編から貼り付けてるので、そちらから見てもらうとこう詳しくは分かると思います。で、ここも同じですね。そのまんまここからこの切りたいラインと同じ形をスライスで作ります。そのまんま頭の丸みに合わせて
真下に下ろす。で、この角度と同じように真横に徐々に下がっていくように切っていきます。そのまんま顔周りも同じように頭の丸みに合わせて下ろして、最後まで同じ角度で切ります。でちょっとブローします。はい、でちょっとバーッと軽くブローしたんですけど、生え際から2センチで、顎の下、指5本分ぐらいのところですね、まで、そのままこのラインの引き方を今日はやったんですけど、ポイントはだいたい通常こう斜めに入れる人が多いと思うんですけど、あのスタイルではちょっと収まり、すごい綺麗に見えると思うんですけど、収まりを重要視するときにやっぱりこの横で入れること、あとショートストロークで入れてるので、そのまんまバッと乾かすだけでもう癖のない方とかはこの通りもうちょっと振り向かれるような綺麗なラインで、しかも柔らかく、すきばさみとか全然入れないで綺麗にこうラインが切れてきます。で、次回ちょっとあの感じでちょっと前髪をこう作っていきたいと思うんですけど、そちらも楽しみにしてもらって、でここまでわからない人、ちょっと前回までの動画を動画内の説明欄から見てもらって、わからないときはコメントに書いてください。今日は以上です。